サンポの誇りチベット神話から考える気候変動と水資源問題。サンポはチベット高原を流れるヤルルンツァンポ川ブランブプトラ川上流域の故郷。神話的にはサンポは天空から流れ出す水脈としての川の擬人化あるいは聖なる川の象徴とされる。川は雪解け、氷河、降水など自然のサイクルと深く結びつき、生きとし生けるものを潤す源として畏敬されてきた。古代チベットの人々は川の水位の変化、氷河の後退、雪解けの時期などを生活の濃厚の指標とし、川散歩の流れを神の声あるいは自然の警告とみなしてきた。散歩が起こりを示すのは水量の激減、氷河融解の異常洪水や土砂崩れを引き起こす豪雨としての自然の反抗の象徴である。現代の気候変動はまさに散歩の起こりが具現化したような現象をもたらしている。地球温暖化によりヒマラヤ山脈やチベット高原の氷河が後退し、雪解け水の供給が不安定化、これが下流域での寒気の水不足を引き起こす。一方で豪雨や異常気象による洪水が激化し、流域社会が被害を被る。また水資源の分配管理という倫理的課題が生じている。散歩を共有する国々、チベット自治区、インド、バングラデシュなどは水の権利利用の公正性をどう保つかを問われている。古代の神話は川に対する畏敬と自然との協調を教える。散歩の象徴から学べることは、自然をただ利用する対象とみなすのではなく、水の流れ川の命を守る責任を持つこと、政策技術社会の在り方を水資源保全と気候適応を基盤として再構築すること。散歩の起こりはただ恐れられるものではない、それは注意喚起であり、水がなぜ我々の文化生存未来の中心であるかを思い出させる神話の声である。